大家好，我是镜子。那今天我们回来我们的《迪士尼动画大乱斗》，那我就不多说，我们直接开始看剧情吧。さて、残り半日。次の検査項目は。所長代理。はい、こちらイデア・シュラウド。どうした？当施設が何者かに攻撃を受けています。は？どういうこと？インビジブルシールドは？シールドは正常に動作してるよ。外敵からの侵入は不可能なはず。現在カローン・ヘプタハンが出撃準備完了。先行して偵察ドローンが海上に出ております。了解。全ドローンの外部モニタリングシステムに接続。映像をモニターに出力します。ボンジュール、嘆きの島の皆さん。私は美を求め、美を助く人呼んでルシャ・ソードア・ムール、ルーク・ハント。貴殿らが連れ去った我が盟友ビル・シェーンハイトの気球存亡の時上、今ここに馳せ参じた。ドエヘヘ、ルーク氏、なんでここに、っていうかどうやってここに。ヘプタハン、戦闘配置に到着。襲撃者排除します。タイム、排除したいけど排除しちゃダメ。とりあえず確保。襲撃者を目視で捕捉、捕獲行動を開始する。あ、ビルさんたちをさらった黒い鎧の奴らが出てきました。ってことはルークさんの見立ては正解だったってことだよね。ルークさんのユニーク魔法うだで。いいかい、エベル君、監督生君、ある程度戦ったらすぐに降参するんだ。私たちの目的は彼らに勝利することではない。捕虜になって嘆きの島に入ることですね。ウィ、あの空飛ぶアーマーの前ではこちらが圧倒的に不利。まずは足場を作るよ。これでよし。さあ、愛と美のための戦いが今幕を開ける。あまり手軽としたくないんだけどな。はいはい、ジェン、反撃を。ビドリオド、俺が片付けていいですか。僕の座長は道場が終わります。わかった。え、反撃を。ビドリオド、ビドリオド、ビドリオド、あらせてくれて。わかりました。いかがでしょう。非常にはいい、あず、もちろんですよ、ビドリオド。考えてもらう。やってやろうじゃん。そうだね。ロボ、あんたたまには先輩の家の店だから。行ってもいいよ。これ行く。おさんさんだ。おちょめと。それ準備 OK。 分かってる。これは任せる。何？行くよ。まだ食べて。ピアノの前に。これは大ヒントですね。ここまでか。が、やられた。あ、ありえん。ナイトレイブンカレッジ、 SSR 前代未聞の問題児をさらに追加テストしてくるとは。所長代理、捕獲した襲撃者の処遇はどうなさいますか。ナイトレイブンカレッジに送り返すことも可能ですが。でもなんでルークハントさんたちはこんなところまで僕らを追いかけてきたんだろう。学園の教師や他の生徒を引き連れてきているならまだしも。
偵察ドローンから送られてきた情報を見る限り周辺に生体反応は見つけられない。ヘプタハン、ルークシー、いや襲撃者は発信機や通信機を所持している？通信機はスマートフォンのみ所持、しかし3名とも電源が切られています。自分たちで GPS の追跡を無効にしたってことか。カローンハンと交戦前にルークハントさんが、キデンらが連れ去った我が盟友ビルシェンハイトの気球存亡の時ゆえ今ここに馳せ参じたって言ってたけど、もしかして気球存亡の時って連れ去られたことに対してじゃないのかも。で、例えばビルシェンハイトさんが精神的、身体的に何らかの重大トラブルを抱えているとか、彼は芸能活動をしているし学園側にも伝えていない特別秘密事項がある可能性は 0% ではないよね。いや、まさかそんな重要事項がスティークスの調書に記載がないはずが。聖者は生きたまま元の世界に返す。それがこの島の掟。万が一を避けるためにも一旦ルーク氏たちから話を聞こう。どうせみんなレテの川を通るんだ。すぐ追い返しても話を聞いてからでも結果は変わらない。そうだね。ホルト、ルーク氏たちを外周モノレールでヘカーテ地区まで移送して。了解。エントランスゲート、エアロック減圧開始。オキアノスホールオープン。海の中から嘆きの声が。嘆きの島ってまさか海の中に。ただいまより対象者の移送を開始。ブラインドスタン魔法を執行します。うわぁ。君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい、海の中に街が。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。嘆きの島に。君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい、海の中に街が。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。
嘆きの島に。テンション上がってるところ悪いけど、ここは観光地じゃないんだよ。チャリで遊びに来たみたいなテンションで、ほうき一本で気軽に乗り込んでくるな。頭のネジゆるゆるか。おお、本当にイデアさんだ。ロアドドラゴンから聞いた情報は真実だったんだね。イデア・シュラウド、君がステュークスを束ねる嘆きの島の番人である。なんてことだ。驚いたよ。驚いたのはこっちですわ。どうやってここに。その質問に答える前に、まずは確認させてくれないか。ステュークスが連れ去ったみんなは無事なのかい。悪の秘密組織ブルノも飽きてきたから、素直に教えてあげるけど、全員呆れるくらいピンピンしてるよ。ああ、よかった。彼らが連れ去られてからずっと心配で心臓が張り裂けそうだったんだ。というか、君たち学園でカロン班に秒で負けたんだろ。賞賛ないのに、なんでこんなところまで追いかけてきちゃったわけ。言っただろ、ビルの気球存亡の時だと。気球存亡。辞書によれば、危機が迫り生き延びるか滅びるかの重大な瀬戸際のことだね。ルーク・ハントさんは何度もその言葉を口にするけれど、ビル・シェーンハイトさんは何か命に関わる重大なトラブルを抱えているの？いいや、しかし時を失すれば、あるいは私たちはビルの危機的状況を打破するため馳せ参じた。愛する友のためならば、この身がどうなろうと構わない。どうかビルにこれを届けてくれまいか。何これ、飲み薬じゃないよね。瓶内部の成分をスキャン。主成分は水、ビタミン C、コラーゲン、薬草由来の精油。これってもしかして。そう、ビル愛用のスキンケア用品さ。命に関わる薬じゃないんかい。え、本当にただのスキンケア用品。脱走を企てるため、化粧品と偽って危険な魔法薬を差し入れに来たとかじゃなく。今全ての成分をスキャンし終わったけど、腐食性の液体や毒性の強い成分は一切含まれていない。皮膚に潤いを与える成分や同じない程度の魔力は込められてるみたいだけど、本当にただの手作り化粧品みたいだね。やば、どこから突っ込んでいいかわからん。そんなもの命を危険にさらしてまで届けに来る必要ないでしょ。どう考えても。何を言うんだい、ロアディテーション。君の言う通り、命よりも尊いものなどこの世にない。だが命に変えても惜しくないほど大切なポリシーを持つ人間もいる。あんたらはスキンケアをサボった時のビルさんの怖さ知らねえから、そんなことが言えるんだ。マンズおっかねえハンデ。いや、そんな力説されましても。え、君ら他に要件ないの？マジでそれだけ？ウィ？被験体へ化粧品を届けるために嘆きの島を襲撃するなんて、ステュークスの保有するスーパーコンピューターシステムをもってしても予測不可能な行動パターンだ。レアケースとしてデータを保存しておく必要がありそうだね。ルーク氏とエペル氏の目的は分かった。全然理解はできないけど分かった。で、そっちの君、オンボロ寮の監督生氏、君は何しに来たわけ？まさか君もグリム氏のキャットフードを届けに。それとも毛繕い用のブラシ。ごめん、よく聞こえなかった。悪いけどもう一度言ってくれる？なんか異様のかけらが耳に詰まってたみたいで。トリックスターはオンボル寮の監督生として唯一の寮生であるグリム君を迎えに来たのさ。わざわざ言い直すなよ。聞こえてるに決まってるだろ。嫌味だよ嫌味。いるよね、実力もないくせにヒーロー気取りで感情に任せて突っ走る迷惑なやつ。君らと違って僕は忙しいんだよ。おさむい友情ごっこに付き合ってる暇ないの。じゃあ彼らはナイトレイヴンカレッジへ強制送還？そうしたいところだけど。ホルト、ちょっとこっち。レテの顔は
なるだけ同時に使用した方が認知の阻害が少なくなる。それにあいつらを学園に戻したとしてレテの顔の準備が整う前に教師や他の生徒を焚きつけられても厄介だ。だから本部にいる問題児たちの検査が終わるまではルークスたちも島内の施設にいてもらおう。確かにそうだね。ルークさんたちがこの島へたどり着いた方法もデータが取りたい。本部にアクセスして彼らを安全に留置しておける場所を検索してみるよ。ちょうどヘカーテ地区の研究施設に空き部屋がある。僕が案内して調書を作成するね。サインしてもらわなきゃいけない書類もあるし。助かる。僕は本部に戻ってさっさと問題したもの検査を終わらせないと。昨日保留にしてた被験体 F の調査、少し時間がかかりそうなんだよな。グリモさんは本当に特殊な被験体だもんね。頑張って兄さん。はーい。それじゃあルークハントさん、ペペルフェルミエさん、それから監督生さん、君たちには聞きたいことがたくさんあるんだ。僕についてきてくれる？ウィ。だがその前に一目だけでもビルたちに会えないだろうか。元気な姿を見て安心したいんだ。検査が全て終わるまで被験体への接触は許可できない。ごめんね。全工程終了を確認したら面会できるよう手配するから、もう少し我慢してくれるかな。そうか、分かったよ。滞在を許してもらえるだけでもよしとしなくてはね。てわけで僕は本部に戻るけど、追加実装した問題児たちはこれ以上変な気を起こさないよう、おとなしくオルトの指示に従って。じゃあね。イデア君待っておくれ。好啦，今天的影片到这里结束啦。如果你喜欢我的影片的话，记得底下点下你的赞、订阅，还有留下你宝贵的留言哦。那我们下个影片见啦，拜拜。